お疲れ様でございます。今回のネットフリックス映画紹介はバッドランズでございます。これはある方からね、おすすめいただいて私も視聴しているところですけども、監督が原田正人さんですね。1988年に公開された青春映画だったかなというふうに思っております。で、これはね、若者たちの衝動と葛藤、そして社会との摩擦を描き出した作品で、当時、 こういったものがね、結構多く出ていたんですけども、えー、原田監督の初期作品だったかなと思いますね。で、このバッドランズなんですけども、元々はね、原作が黒川博之さんの「軽装」というね、ちょっとタイトル的に硬い小説、これが原作になってますね。それをバッドランズというね、受け取りやすい作品名にして、で、役者の方もね、 か、えー、かなななりいいいい人を選んだんだじゃないかなと思いますこれしかし1988年の作品ほど古くはないような気がするんですけどもねちょっと私のリサーチミスがあるのかもしれませんあらすじとしてはね、えー、やっぱ特殊詐欺に加担してきた、まあ、2人のね今見ているこの2人なんですけどもねこれがねネリとこれ弟なんですかね弟のジョーっていうねだから矢吹ジョーみたいな。 形で最初呼ばれていたんですけども、まあ、ある時に思いもかけないようなお金を手にしてしまったがゆえに、まあ、これがですね、本当は大きなお金を手にすると嬉しいはずなんですけども、なんか危険な目に遭っていくというね、どん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 いろんな流れに巻き込まれて、一体どこに行くんだろうか、みたいなね、まあそんな作品でございます。えっ、ー、と、一応ね、2時間半ぐらいの作品の中で、 ちょうど半分まで見終わったところで、私このね、えっ、ー、と、レビューをしてますんで、完全に見終わった後で、またね、改めてレビューをしたいと思うんですけども、ですんで、一部ちょっと私のね、あの、早とちりとか誤解があるかもしれません。ここまでの感覚をとりあえずまとめておりますんで、そこをご了承ください。で、全体的にはね、いい役者さんが揃ってるなあと思いまして、なんか、天童よしみさんもいきなりすごい迫力で出てきましたよね。 でリアリティがかなりあるのとカメラワークにも立体感がありますでただのインスな話で終わるんではなくってポジティブな形をね、えー、見た人に残そうというふうなそんな監督の意図が伝わってくるようなところがありますいやこういった作品を見るとね思うんですけども、まあ、ご覧のように恋愛映画ではないように思うでしょ、うんえー、やっぱりこう 悪い奴らが暗躍する中で、その犯罪組織とね、犯罪組織の中で、それでも弾かれた若者と、それからそれを同時に追う刑事、警察。まあ、こういったところの、なんか対比がね、ものすごく面白いというか、いろんな視点でね、展開していくところに、ハラハラドキドキがあるのかなと思います。まあ、本来はね、激しい競争を勝ち抜いて、刑事、警察に入る、取り締まる側の、 正義ってものがあったりそして社会の脱落者として徐々に犯罪に手を染めざるを得ないものまあこういった2つの対立があるんですけども本来は勝負あったと言えるようなね、まあ、そんな両者なんですけどもやっぱりねゴブゴブになるんですよねうん、やっぱ悪さをする者も,のもそれを取り締まるものもゴブゴブになるんですよまあそういったところにね映画の面白さがあるのかなと 視聴者としては時に犯罪者の方に感情移入して憧れさえ抱くわけですよ。例えば最近の作品で言うとね、綾野剛さんが出ていた地面師っていう作品がありますけども、これは基本的にね、地面師っていうその不動産詐欺師が主人公になるわけですけども、視聴者側としてもその詐欺がうまくいってほしいなって気持ちが入っちゃったりとかね、なんか憧れみたいな感情を感じたりするわけなんですよ。 不思議ですよね。犯罪する方に視聴者が加担するみたいなね、まあ、そんな心理状態になってくるわけですよ。と思えば同時に正義に最終的には勝ってほしいとみんな一網立ちになってね逮捕されてほしいっていうオチを望むこともあったりとかするわけですよ、まあ、まとめて考えていくと楽に一発当ててですね人生逆転したいと思っても悪さをするにもそれなりの知恵や体力信頼が 必要なのかなってとこですよね。えっとね、下の方にね、いろいろと説明があって、こうやって見ることができるんですけども、うん。そんなに古い作品なのかなあ、それでね、安藤サクラさんなんですけども、こう、0円の恋で私は見たことがありますね、安藤サクラさん。それから、あ矢吹城の、八代城ですけども、山田涼介さんね。 この方は、鋼の錬金術師、まあ、ジャニーズの方ですよね、うん。平成ジャンプのメンバーか。えー、だから、1988年の映画じゃないですね、うん。これはちょっとミスリードがありますね。失礼しました。そんなに古い映画ではないと思います。役者さんもね、そんなに <laughs> 年寄りはいないですからね。で、キャストもこのように結構、あ、天童よしみさんやっぱりいるんですね。うん なかなか見応えがあって、ここまではね、本当に、ポン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 見ていくことができました。ちょっとあやふやなデータもありましてね、あの、いい解説にはなってませんけども、最終的にまとめのレビューもしたいと思いますので、まだ半分しか見てませんけどもね、あの、もうちょっと待ってくださいね。これが原作です。はい。こちらの方、やっぱりタイトル見ると、映画を見る気になんないでしょ、やっぱり。タイトルって大事なんですよ。バッドランズで、こういう風な顔ぶれだったら、ちょっとね、人目を引くんですけどもね。 ちょっとこの本とこのタイトルだとね、手に取って読もうかって気になかなかならないと思います。まあ、この辺もタイトルに原田監督のセンスが出てるのかなと思いますね。はい、じゃあ一旦以上です。ちょっと続きまた見ますね。